わーわー力みすぎてないよね。ここやばないっすか。朝パッと起きて、うわ寝坊したと思って時計見たら2時間ぐらい余裕あった時の至福の時間、たまらなくないですか。どうも、チカラくんのチケです。なりせです。お願いします。ということで、早くも来ましたね。早くもチカやなりせ、正真正銘の兄弟ということで、はいはい、題しまして兄弟で語ろうよ。よいしょ。ということでですね、本日なりせが2回目のチカログの語ろうよでの登場ということで、以前はですね、日本を代表する5名のアーティストのダンサーの方をですね、抜擢させていただきまして、その5名について語ろうをした時に、いや楽しかったね。楽しかったね。あれめちゃくちゃ楽しかったし、なりせがめちゃくちゃ楽しんでくれたから、それがすげえ個人的にめっちゃ嬉しかった。その時ですね、なりせが平野翔くんの推しということを、告白した時に、はい、結構平野翔くんのファンの皆さん、うん、たくさんのコメントいただいたわけですよ。なりせさんのコメントめちゃくちゃ的を得てて最高ですとか、いろんなコメントをいただいたと、はい、っていう時にもうね、今ね、はい、日本中がちょっともう平野翔フィーバーです。やめてくれやめてほしい。心が大変。もう忙しく忙しくなっちゃう。多分もうね、ファンの皆さんと忙しい、ね、忙しいよね。メンタルがな。以前ね、僕が一人画角で、はい、あの平野翔くんのインスタグラムのリールの方に上げさせていただいた動画をリアクションさせていただいた時に、なりせさんとの二人画角の平野翔くんのリアクションも見たいです。ありがたいっていうね、今回ヒップホップダンサーのナリスと一緒に解説していけたらなと思いますけれども、平野翔くんがまた新しい動画を配信したんですよね。そうなんですよ。その時にね、あのね、僕毎週水曜日はですね、あの実家に泊まるので、実家でね、こうシャワー浴びようかなと思ってた時に、あのナリスの方から「ほに平野翔くん新しいの出てんで」って言ってそのコメントもらって、よしダンススタジオで撮ろうっていう風に言って、今僕たちが働いてるダンススタジオシンクという場所で撮影してるんですけれども、うん、ちょっと待って、えげつなそうじゃない。だって俺もう出た瞬間もう閉じたもん。まだ見てないから、その今回新しいやつ出た瞬間、これはもうじゃあ語ろうよするつもりでいけよで、鬼だろこんなに早く見れるのもまあラッキーなことかなと思いますので、早速ね、平野翔くんのファンの皆さんと共に心を躍らせながら見ていけたらなと思います。それでは行きましょう。よろしく。どうぞ。チカログ。さあ早速ね、見ていきたいと思います。はい、オープンザ PC。さあ、あなたいきなり来ますからね。あの覚悟してください。はいはいはい。平野翔くんいきなり来るパターンなんで、はい。ちょっと補足なんですけど、あのインスタライブやばなかったですか。皆さん。あれはダメでした。たまらんかった。たまらんかった。美中。美中。もうな。それではね、早速見ていきたいんですけれども、今回ですね、その平野翔くんの踊ってた、ソロで踊ってたダンスっていうのは、実はこう淳さんっていうダンサーの方で、もうヒップホップダンサーの成瀬からしたらさ、超有名な方。超有名。めちゃめちゃ尊敬。尊敬してない。尊敬ですよ。あ、そう。もう昔からその第一線で活躍していたカリスマチームのカリスマダンサーということだよね。それでは改めまして、平野翔くんと淳さんのスペシャルダンスコラボレーションです。ポチッとな。もうやばいやん、もう入ってるやん。はいはい、ちょっと待って、わーわー、いや急にジニアわ、おわ、はい、おわ、いや、うまいな、うまいな、うわ、あー、いいよ、うわ、この余裕感がさ、いいよね、たまらんよね。おーよ、ブラボーブラボーですよ。ブラボーブラボーですもうなんかこれね、実はね、あのこの前の一人画角でコメントいただいてた時にびっくりしたのが、まずこの撮影しているのが神宮寺君。あ、そうね、撮ってる。へえ、そう、こんな神的な撮影ありますかっていうことなんですけど、いや、ちょっと2回目行きましょう。行きましょう。ちょっとヒップホップダンサーとしての成瀬の意見がすごい平野翔くんファンの皆さんからしたら求められてると思うので、はい、まずこの、そこまずこの始まる前、そう、前ね、これはどういったリズムなの。リズム
というよりも入り込んでるよ、入り込んでる曲にな、曲に入り込んでる、曲をやっぱ浸透させてる、そのなんていうの、あとやっぱりこのアツシさんのダンスやから、ちゃんとこのアツシさんの踊り方をリスペクトしてるっていうのもあるよね、あるね、正直な、うん、なめちゃくちゃこうね、僕 ね、この踊り出す前のね、こう、こう笑ってて、笑ってて、こう一回帽子くらいで、この、ショー・ヒラノの、このモード、瞬間ね、瞬間がたまらん。いい、うん、でもこれはでも、ヒップホップダンサーあるあるか。あるあるない、ね。あるあるない。この辺触りがち。あ、そう。今ちょうど何も帽子かぶってるけど。この辺触りがち。こうなって、アイロン。無意識やけど、うん、あれしないと入らん。やっぱヒップホップダンサーなりてるの、なんなんやこれ、僕 のインスタとか、僕も結構自分のダンス上げるんですけど、なんか多分ね、癖ですわ、あ、そう、うん、ちょっと概要欄の方になりそうですね、あのインスタグラムを載せておくので、僕の宣伝って言わないんですよ、よければフォローしてあげてほしいんですけど、確かになり踊る前やってるかもしれない、だからこれはもうほんまに、もともとダンス、もともとやっぱヒップホップダンサーをやってる証拠というか、はい、ダンサー泣かしやと、これは振り付けとしてできへんや、うん、もうだから音楽が入ってモードに入るっていうのはヒップホップダンスを極めた人は、極めた人はね、そうなるんや、うん、じゃあ共感するやん、共感してもらう、あーいいね、これね、アツシさんね、やっぱね、このフローめっちゃいいんですよね、うん、この入り込み、共鳴してるもんな、2人が、あーいいね、えい、うえ、ここやばないっすか、やっぱりね、こうプロダンサーのアツシさんとエンターテインメント業界をトップを走ってきた平野紫耀君のダンスって、ある種踊り方が違うよ、うん、アーティストとしての踊り方とダンサーとしての踊り方でやった時に、やっぱりアツシさんの方って可動域や、あ、半端ないね、確かに、そう、この可動域ってダンサーの可動域やなっていうのがあって、うん、でも平野紫耀君の踊り方ってやっぱり人様に見てもらうことが染みついてるから、うん、この辺が思いっきりブレることあんまない、確かにっていうのがあって、どこで止めてもシルエット綺麗、そうそう、これも一個一個が綺麗なよな、なるほどな、クリアや、うん、わお、わあ、うまっ、うわあ、ちょっと力みすぎてないよね、そうやな、そうやな、こんだけ器用に細かい振り付けって多少力んじゃうもん、あ、そうなんや、意外にやっぱダンス上手い人ってやっぱり抜きが上手、ああ、そういうことだ、やっぱ肩に力が入りやすいんですよね、うん、確かにダンス上手い人の特徴って脱力やん、脱力、うん、入れる方がやっぱり簡単なんや、簡単簡単、やっぱ成瀬からしても抜くのよ、難しい、うん、やっぱ力んじゃう、抜いてるところからもう一回このバンって入れたりするっていうのってやっぱり全身の筋肉を締めるじゃないけど、うん、っていうことや、体の使い方が分かってる証拠や、ああそういうことか、うん、で体の使い方分かってるからこその余裕感があるとな、でそこにやっぱりいろんなこうノリであったりとか、あームーブであったりとか、まあ、そういう、まあ、色気にもつながってくるんやろね、だって色気ってさ必死な男性から出るよ、出るね、ほんまや、余裕のある人、確かに余裕があると、余裕があるからこそこの色気が出る、色気が熱いな、やってか始まって2秒ぐらいで待っておりましょう、ウェーブうまいね、ウェーブっていうのは皆さんね、こう手とか手はね、波のね、いや僕これ言っていいか分かんないですけど、意外にウェーブちゃんと通せる人もそんないい日いんのよ、そのアーティストで全員じゃないけど、うん、平野翔くんウェーブうまい、ウェーブってやっぱりもうそんな地味な練習なんですよ、もうだから一個一個の関節をまず止めて、ね、止めて、じゃあ俺らも昔やってやん、めっちゃレッスンやりましたわそりゃ俺ね寝かけたことある、もう一個一個地味にこうやって関節を一個一個動かす練習をして、それを全部こうね通すって、すごくこう地道にやってきた証拠やと思う、だから普通に振り付けを覚えただけでこんなに綺麗なウェーブはできへん、流れちゃうからやっぱり、あ、そういうことか、途中で波が途切れちゃうと思う、なるほどな、かわいい、いやー、でこのミスをさ見せてくれるのもなんかちょっとファンスタイル、分かる分かる、だからこのかっこいいところだけじゃなくて、ふわっと笑顔になるところが
こう普通完璧なの載せたいんや。なんかそこもあれやんね、タンプラのいいところ、ね、あ、確かにな、完成というか、まあ、多分これ PV じゃ見れへんよね。確かに、それはあるかもしれん。遊んでる感じはやった、タンプラって。そうやって言われたら普通に MV とかってもちろん失敗がないわけやし、うん、完璧なものを出すやん。確かに、ちょっと今チキンハのスタンダップしてないか。その確かにって共感のチキンハのスタンダップ。僕個人的にだからタンプラの方が好きなんですよ。言ってましたね、うん、言ってたわな、ね、うん、それやっぱり人間味が出たりとか、うん、その人のなんか個性みたいなのが生々しく映るっていうのが結構でかい、うん、そうそう、ダンプラの方がなんか元気もない。あ、そうなの、俺も頑張ろうって。いやー、ほんでこれ間違えちゃったってコメントあるけど、うん、正直一目見たら分からん、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 これで間違えてるみたいな。そうそうそう、なんか小アレンジみたいな感じにしか見えない。確かに確かに、そう、うん、これ何回でも見れるな、うん、これスルメ動画やわ、ほんまに。えー、え、はい、お、いいよね。いやー、いい。なんやろ、このこういうガツガツのダンスってさ、一回見たら満足するね。はいはいはい、ずっと見てられるな。わーおー。今のステップ取り方ね、取り方ね、こうやって振り付けももちろん天才やねんけど、踊り方、アクセントの取り方みたいな部分がうまいし、よくその足単体でそんな音出せるなっていうところじゃない。これ自慢の前の、あ、かわいい、あ、かわいい。えー、えー、いいよね。あー、でもこれは素晴らしい。なんかこうやって見た時に、ナリセのそのヒップホップダンサーの視点からして、アツシさんのスタイルってあるよ、うん、言うたらリエハタさんのスタイルとか、うんうん、いろんなヒップホップダンサーのスタイルがあるんで、アツシさんのヒップホップスタイルはこう平野翔くんの踊り方にはすげえやっぱマッチしてる。マッチしてると思う。めっちゃいい、ね、いやし、さらにこうあれよね、平野翔くんのこうポテンシャルっていうのが広がったよね、今回のこのコラボレーションみたいな、うん、なんかもうザ・ダンサーの平野翔って感じがなって。そうやな、俺思ったのが、この平野翔くんと淳さんで日本で1年に1回ある世界大会があるんですよ、うん、2人で出ても俺優勝すると思う。全然いけると思う。花、うん、そうそうそう、スキル、ダンス力、オーラ、全部がね、備えてる。そうやな、なんかさ、抜け目ないよ、うん、確かに。いやでも、もうそれ取っちゃったらもうな、ダンサーの僕らからしたら、もう立場がいいよ。ここやん、違う。もうダンサー泣かすよな。なんか正直な、そのシンデレラガールとかのさ、キング&プリンスやった時のダンス の、 その一番踊る前とか、マジックタッチとか、ナナナとか、そのヒップホップ色強いイラのショーク出す前を見てたら、全然なんとも思わないです、うん、ダンサーを。待ってくれ、待ってくれよ。顔よし、花よし、ダンスよし、ダンサーも、めっちゃ隅っこの上やられてる。こんなんだろ。もうあの、焼き餅焼きすぎ。いや、正直。やめてくれ。俺、ロックダンサーで良かったと思ったもん。何してはヒップホップダンサーや。結構年も近いし。そう、多分1個したかな、僕。僕多分、岸君と同い年。なるほどね。うん、やっぱり焼き餅焼いちゃう。焼いちゃう。でも、逆に、まあ、モチベというか、ああ。お前尊敬。なあ、そっかそっか。いや、じゃあラスト1回、ちょっと投資で見て、また感想言いましょうか。はい、ラストじゃあ。投資で見させていただきます。なんかさ、撮影忘れたらこうやって見ちゃう、うんうんうん、はい、はい、あー、マジ無理やわ、大好きやわ、うん、あー、ま、これね、視線が一つにならないのがいいんですよ、うん、角度とか、確かに、うん、うわー、踊り方の立体感がすごい、うんうん、あー、うん、いやマジで、あの、拝みます、僕、本当に、あの、ショー平野くん、マジでなんか、もっと好きになったね、こういう部分を見せてくれることによって。やっぱりショーくん、やっぱりすごいダンス愛が伝わったかも、今回さらに、ね、ま、さらに、うん、やっぱダンス好きかどうかって、踊ってる時の放ってるさ、うん、オーラというか表情に現れるよな、うん、やっぱ出るよね、出る、そのまま出ちゃうからね、ダンス。総じて、平野翔くんとアチスさんのコラボレーションダンス、サイ&コーでした。
素晴らしい。ちょっと一回閉じます。チカログ。ということでいかがだったですか。良かったです。何良かったですか。聞こえてないと思うけど、たまらんやっぱりヒップホップダンサーからしたら、まあ、ヒップホップダンサーっていうか、ヒップホップダンスを踊る翔くんが誰せの中でやっぱ一番好き。好きやなぁ。やっぱり歌ってる時もそうやけど、うん、ダンサーの日は翔くん好きな、うん、やっぱダンサーやな。もう一度 2B として、うん、こう新しいアイドル像っていうのをさ、うん、作り出してくれそうな予感もするよ。なんかもう肩書きも消費なんみたいな感じで、ね、アーティストとかアイドルっていうよりかは、はいはいはい、平野翔がもうブランド、一つのブランドか。なるほどな。服作ってほしいもん。消費ラン。消費ランの。絶対買うでしょ。いや、多分1分もたたのうちに売り切れちゃう。いや、まあ僕からしたら、正直、そのヒップホップダンス、自分の振りを平野翔君に踊ってもらうってめちゃくちゃ羨ましいな。俺、平野翔君にロックダンス踊ってもらいたい。だし、なんか、ヒップホップじゃなくても、なんかもっといろいろな。ああ、なんか俺、平野翔君の場合、ハウスダンスジャマスとか踊ってる時の躍動感がやっぱりすごいし、でもコントロールできるから、ハウスダンスをしてもめちゃくちゃぴったりかなと思うんですよね。個人的にはやっぱロックダンスを踊ってもらえるようにちょっと残りのダンス人生かけてみよう。ちょっとね、ファンの皆さんもね、この何年か前にチカヤさんは平野翔くんのリアクションしてて、それが今僕の振りをロックダンス平野翔くん踊ってもらってるってドラマができたら、そんな夢みたいな話しないです。これはもうログミンからしてもね、平野翔くんのファンからしても、はい、もうウィンウィンでしかないよね。もうウィンウィンウィンやもん。もう散歩よ。散歩よ。な、僕ら滋賀県出身。滋賀県出身なんで。散歩やし精神で。近江商人の精神やっていかないとダメやなと思うので、ね、いや改めてね、こんなにリアルタイムでちょっと何さく見れたことに感謝。いやでもほんまにめちゃくちゃ嬉しかったし、この企画がねまたね2回目も好評なのであればね、また何さと一緒にこうよりダンスを楽しんで深掘りしたいなっていうのもあるし、涼介焼き餅焼いちゃう。ナリスやっぱすげえなって言った。で次3人だよ。涼介も一緒にいて、ナリス真ん中に置いた時にどう映るかや。もう俺らがうるさすぎて、涼介も見守る役になってるかもしれんけど。っていう感じでね、今回もですね、チカログといえば平野翔くんの代名詞といえばこれなんですけれども、圧倒的スキル魔人でし て,、うん、でしてっていう感じで、僕たち YouTube チカログは年内チャンネル登録者数7万人を絶対に達成するべく日々楽しみながら頑張っております。こちらの動画が楽しかったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回これで終わります。せーの、バイバーイ。